ハレルヤー、こんにちは。今日も共に聖書から励ましの神様の言葉を聞いていきたいなと願っています。一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、本当に感謝します。あなたが私たちを今日も愛してくださっていることをありがとうございます。この配信を見てくださる一人一人の存在を感謝します。あなたのあふれる祝福が一人一人の人生に豊かに降り注がれますように。そしてあなたの道をまっすぐに歩ませてください。聖霊様、あなたが御言葉を悟らせてください。そして聖霊様の助けによってあなたの御言葉を実践し、あなたの光の中を歩んでいくことができるように導いてください。神様、感謝します。あなたの御業に期待してイエス様の御業で祈ります。アメン。ハレルヤ、感謝します。今日はですね、祝福の言葉というタイトルで皆様とに、聖書の言葉を分かち合っていきたいなと思います。今日のテキストとなる申命記の33章は、モーセが死ぬ前にイスラエルの民を祝福した言葉であります。死ぬ前にモーセは12部族のイスラエルの民にですね、祝福の言葉を与えました。今日は特にその祝福の言葉の中で何節か挙げて、モーセが与えたその部族に与えられたその祝福をですね、私たちも受け取っていきたいなと思っています。このモーセが祈った祝福の言葉はイスラエルのために与えられたものでありますけれども、私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって神の民とされ、神のものとされ、神の祝福を受けるものとされたんですね。それゆえに私たちは信仰によって、このモーセを通してイスラエルに語られたその祝福の言葉を受け取り、私たちの人生でその祝福に生きていくことができます。そしてこのイスラエルに与えた祝福は本当に素晴らしいんですけど、さらに飛躍してですね、イエス・キリストによって私たちに与えられた祝福、それはもっとすごい祝福なんですね。私たちに神様が相続財産として恵みとして与えてくださってる素晴らしい祝福、それは何なのかというのを今日は御言葉から悟り、またその祝福のうちをどのように生きていけばいいのかを学び、神様の祝福が満ち溢れた人生を歩んでいく、そのようにですね、この配信のこの御言葉を通して皆様の人生が祝福されることを願っています。最初に申命記の33章の3節からお読みしたいと思うんですけれども、お読みいたします。誠にあなたは諸々の民を愛する方、御手のうちにすべての聖なるものがいる。彼らはあなたの足元にひれ伏し、あなたの御告げを受ける。ここで、神様はどういうお方かというのはこの3節に凝縮されてるんですけど、まず第一に、あなたは諸々の民を愛する方であります。神様はイスラエルを愛するお方でありますが、神様は異邦人も私たち日本人も、そして全世界の全ての民族を愛されるお方、神は愛ですとありますけれども、神様は特別にこの人を愛される、この民族を愛される、確かにそれもあるんですけど、でもそれと同時に私たち一人一人をですね、全ての人を神様は愛しているということ、まずそこにそのような方であることを本当に感謝します。また二つ目に、御手のうちに全ての聖なるものがいるとあります。神様には手がありますね。そしてその手の中に全ての聖なるものがいると書いてあるんですね。私たちはイエス・キリストによって聖なるものとされたということが、ペテロの手紙には書いてあるんですけれども、イエス様によってその血によって清められる聖なるものとされて、私たちは神様の御手の中に生かされている、そのような存在です。私たちは今この配信を見ながら座ってるでしょうか、立ってるでしょうか、わからないけれども、運転してるでしょうか、何をしていてもですね、皆さんは今そこにいるけれども、私たちの周りに見えないかもしれないけど、神様の御手があって、私たちはその手の上に包まれている、そのようなポジションに今いるということ、ぜひ知っていただけたらと思います。また、彼らはあなたの足元にひれ伏しとあります。
私たちは神様の足元にひれ伏すために作られました。あなたの蜜毛を受ける。私たちは神の足元にひれ伏し、神の蜜毛を受ける。そのようにして生きるように作られたんですね。私たちはどういう存在でしょうか。一番目、私たちは愛されている。また私たちは神の手の中にあって、そして私たちは聖なるものとされている。そして神の足元で神の蜜毛、御声、言葉を聞いて生きるものであるということ、それをこの一節から学ぶことができます。新約聖書の中でマリアとマルタの話が出てくるんですけど、マルタさんはイエス様のためにいろんな家事をしていた。イエス様のためにいろいろもてなしていた。しかしマリアはイエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていたんですね。それこそイエス様が大切だと言った言葉でありました。彼女からそれを取り上げてはいけないと。本当に神様が私たち願っていることは、神様のイエス様の足元に座り御言葉に聞き入っているということです。ついつい神様のために頑張ってあれもこれもこれもやろうとか思っちゃうんですけど、でも本当に主が願っているのは、まず神様の声を聞いて何が神様の御心か悟るということであります。神の御心を悟り、そして生きていく、そのようなものなんですね。そして、この33章の一節もちょっとお読みしたいと思うんですけど、この33章の要害が一節に書いてありますね。お読みします。次は神の人モーセがその死を前にしてイスラエルの頃を祝福した祝福の言葉である。この33章全体でいろんな十二部族に対して神様の祝福が語られてるんですね。そしてはじめはルベンの祝福、ルベン族への祝福、またユダ族への祝福、レビ族への祝福、ベニヤミン族、ヨセフ族、ゼブルン族、イッサカール族、ガド族、ダン族、ナフタリ族、アシェル族、そしてそうですね、エシュルン、12ですね。この12の部族に神様は一つ一つに部族に祝福を与えられるんですけれども、特にですね、今日見ていきたいのが9節。これはレビ族に与えられた祝福だったんですけれども、この祝福はですね、本当に素晴らしい祝福なんですけど、ここから私たちは学ぶことがあります。申命記33章9節をお読みいたします。8節から言いますね。レビについてはこう言った。あなたのトンミムとウリムをあなたにある敬虔なものに与えてください。あなたは彼をマサで試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。彼は自分の父と母について、私は彼らを顧みないと言い、自分の兄弟も認めず、自分の子さえ知らないとし、ただあなたの仰せの言葉を守り、あなたの契約から目を離しませんでした。ここでレビ族はどういう部族かというのをちょっと述べている箇所でもあるんですけど、このレビ族は本当に、旧説でですね、彼は自分の父と母について、私は彼らを顧みないと言い、自分の兄弟も認めず、自分の子さえ知らないとし、ここまで読むと、このレビ族本当に家族のこと大切にしてないなと、お父さんもお母さんも敬わないで、兄弟も愛さないで、子供も大切にしてない、なんていう部族だと思うかもしれないんですけれども、その後半ですね、ただあなたの仰せの言葉を守り、あなたの契約から目を離しませんでした。このような告白がされてるんですね。確かにこの家族を愛すること、父と母を敬うこと、また兄弟姉妹を愛し合うこと、子供を愛して育てていく、それは本当に神様が語られている大切な教えでありますけれども、それ以上に神様が尊ばれること、それはキリストのために全てを捧げる者たちです。イエス様の弟子たち、それはどういうものかということが、マルコ、マタイだったかな、その福音書の中に、ルカの福音書だったかな、そういう福音書の中に書いてあるんですけれども、一節読みたいと思います。ルカの福音書はですね、14章の26節、
これイエス様の言葉ですけど、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできません。ここでイエス様はお父さんもお母さんも妻も子供も兄弟も姉妹も自分の命までも憎まないと私の弟子になれないよって語ってるんですね。私たちが人生の中でイエス様を愛してる、イエス様大好きと言いながら、イエス様よりも自分の家族の方が大事、自分の両親の方が大事、自分のパートナーの方が大事、自分の子供の方が、自分の兄弟の方が大事、また自分の命の方が大事、そのように言ってる人はイエスの私の弟子になれないっていうことをイエス様は語るんですね。自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできません。十字架、それは死を意味しますね。死刑の道具であります。本当にもう命を懸けても全てを捨ててもイエス様についていく、それがイエス様の弟子であります。でもですね、本当にこのレビ族は一番大切なものを一番にしてたんですね。ただあなたの仰せの言葉を守り、あなたの契約から目を離しませんでした。レビ族、それは神と人に仕える、そのような選ばれた部族でした。十二部族の中でも特にこのレビ部族の祭司はこのレビ族から生まれてきたんですね。最初の役割、それは神と人の間に立って取りなすものでした。神に祈り、神に捧げ物を捧げる重要なポジションが与えられていたんですね。そして彼らは神の仰せの言葉を守り、あなたの契約から目を離しませんでしたと。本当にここからこのレビたちのようにですね、私たちも神の言葉を守り、神様の契約、御言葉から目を離さない、そのような人生を歩んでいきたい、そのように願います。ここでレビ族に与えられているこの告白ですけれども、私たちはこのレビ族と同じ祭司としてですね、召されていると第1ペテロ2章9節にあるんですね。しかしあなた方は聖なる選ばれた種族、王である祭司、聖なる国に民、神のものとされた民ですと。私たちはのアイデンティティの中で祭司と書いてあるんですね。私たちも神と人の間に立って祈るもの、取りなすもの、愛するもの、つなげるもの、そのようなものとしてイエス様を信じるものはこのレビ族と同じ、その祭司のポジションが与えられていて、そして私たちの務めとしてはキリストの弟子として、本当に神の言葉、あなたの仰せの言葉を守り、あなたの契約から目を離しませんでしたと。私たちの人生の中で誰よりも一番とするのは神様です。イエス様です。イエス様の言葉を守って生きること、またイエス様の御言葉から目を離さないこと、それが私たちの人生の中で何よりも大切です。なので本当に日々ですね、御言葉を読み、またそこから神様から教えられ、またその御言葉に生きていきたい、そのように願います。まあ、だからといって家族を愛さないとか、それは神様が願っていることではないんですけど、本当に私たちが一番に神様をするということ、もし家族とイエス様どちらかを迫られた時にどっちを取るかということですね。また私たちが人生の中で時間を使う時、私たちが神様との時間を第一にしているかということ、それも本当に大切な考えるポイントかなと思います。家族とイエス様との時間、どっちを大事にしてるかなって。もしイエス様よりも大事にしてるものがあるなって思うならば、ぜひ神様にですね、今本当に許してくださいと、本当にあなたを大事とできるように助けてくださいと祈ってみてください。そのように本当にこのレビ族のようにですね、私たちもただ神の仰せの言葉を守り、神の契約から御言葉から目を離さない、そのように生きていきたいと願います。また、レビの次に与えられる、その次に語られる部族がですね、ベニヤ民族についての祝福が語られてるんですね。で、このベニヤ民族に与えられる祝福、僕すごい好きなんですけど、僕が大学2年生の時に、ある実習教会に行ってたんですね。そこの実習教会に行く前日、奉仕する前日ですね、土曜日にですね、毎週僕はその教会の、ある人の家に泊まってたんですね。
それはまあ僕のその大学の先輩だったんですけど、その大学の先輩がまあアパートをですねシェアハウスしてて、あそこ のまあアパートにマンションかマンションに泊めさせてくれてたんですね。で毎週毎週そこに行って、その先輩の部屋にですね泊まらせてくれて、まあ、彼のベッドがあって、そのベッドの下に布団を敷いてですね、その先輩と一緒に、まあ、毎週毎週一緒に寝るわけなんですけど、でもその先輩の部屋にですね御言葉が壁にかかってたんですね。でその御言葉が何だったかというと、この箇所だったんですね、この申命記33章12節の、この神様がベニヤミンに与えた祝福が彼の机の上に A4 サイズにパソコンで打ち込まれてプリントされたやつが貼ってあったんですよね。でその御言葉を読んで本当に励まされました。ちょっと読みたいと思います。申命記33章12節、ベニヤミンについてはこう言った、主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつも彼をかばう、彼は主の背中の中に追われる。ここで、まあ、ベニヤミンについて与えられている祝福なんですけど、その僕の先輩はですね本当にこのベニヤミンに与えられた祝福を自分に与えられた神の祝福として受け取って、毎日ですね壁に貼ってそれを見ていたんですよね。でそれを見た時に、あこれベニヤミンの祝福なのに、あ自分の祝福としてるんやなと思って、あめっちゃいいなと思ったんですけど、でもこの説に凝縮されている神様の、神がどのような方かっていうの、その真理が本当にすごいなと思ったのでちょっと分かっちゃいたいんですね。12節のところの鍵括弧の1行目に、まずベニヤミンは主に愛されているものとそのように書かれているんですね。でも私たちも同じように神様に愛されているものであります。ベニヤミン族を神様が愛したように、神様は私のこと、その先輩のこと、そしてこの配信を見てくださってるあなたのことを愛しておられます。私の目にはあなたは後悔、尊い、私はあなたを愛していると。命を捨てるほど、十字架で捨てるほど、イエス様はあなたを今この瞬間も愛しているんですね。彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつも彼をかばう。彼っていうのはベニヤ民族ですけど、ベニヤ民族を安らかに主のそばに住まうとあります。神様の御そば近くに住んでいく、生きていく。毎日、毎日、主の平安の安息の中を生きていく。そして主はいつも彼をかばうと。神様がいつも隣にいて、いつもいつも神様がそばにいて、いつも平安で、そしていつも神様がベニヤミンを守ってくれる、かばってくれる。それが神にベニヤミン族に与えられた祝福なんですね。でもその先輩はその祝福を受け取ってたんですね、信仰によって。なので僕もそれいただきたいと思いました。本当に私たちもですね、信仰によって受け取ることができます。なので本当にこの御言葉をですね、皆さんにも本当に宣言して行きたいと思います。私たち受け取りましょう。本当にこの信仰によってですね、彼は安らかに主のそばに住まい、私たちも安らかにイエス様のそばに住まっていく。主はいつも彼をかばう、神様がいつも私たちをかばってくれる、そのようなお方であります。聖霊様は弁護者であり、ローマ書には神が私たちに味方であるなら誰が敵対できるだろうかとあります。全宇宙を創造されたお方が私たちの味方であります。そしてかばってくれる、勝利をくださるんですね。そして守ってくださる。また彼は主の背中に追われるとあります。直訳では肩の間とあるんですけど、本当にこの肩の間ですね、ここに背負われている、イエス様の背中に私たちは乗っかってる、そのような存在です。本当にそのことを感謝します。主に運ばれてるもの、イザヤ書の中でとても素敵な御言葉がもう一個あるんですけど、私たちが、まあ、イエス様の背中、神様の背中に乗ってるっていう箇所なんですよね。ちょっとお読みしたいと思うんですけども、イザヤ書の46章3節、ヤコブの家よ、私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。
神様は私たちを背負って救い出してくださる、運ばれている、背中に乗ってる。ちっちゃい時にお父さんの背中にですね、しがみついておんぶしてもらうのすごい好きだったなと思い出すんですけど、でも神様は私たちをですね背負ってくれるんですね。おんぶされると私たちの視界は本当に高くなります。子供であっても本当にいろんなところまで見ていけるんですね。同じように私たちもイエス様に背負われている。なので私たちが普通に見てる目線とは違う目線、高い次元で私たちは歩んでいくことができるんですね。そして本当に楽しかったなと思うんですけど、本当にイエス様に背負われる人生は楽しみが常しえにある人生、あなたの道には楽しみが常しえにありますと詩編にはありますけど、そんな風に私たちは人生を歩んでいくことができます。その恵みに感謝してします。今日ここでレビとベニヤミンの祝福見てきましたけど、あと2つの部族ちょっと見たいと思うんですね。その次の部族はちょっと飛ばして、ナフタリ族。このナフタリ族に与える祝福も最高なんですよね。お読みします。23節です。ナフタリについてはこう言った。ナフタリは恵みに満ち足り、主の祝福に満ちている。彼は西と南を所有せよ。このナフタリはもう恵みに満ち足りていると本当にすごいなと思うんですけど、本当に恵みというのは神様から賜る愛ですよね。一方的な祝福、恵み、好意、でもそれがもう満ち足りていた。そして主の祝福に満ちていると、神様が本当に恩恵をですね与えてくれる。彼は西と南を所有せよと。でも私たちも同じようにキリストイエスにあって、私たちは恵みの上に恵みを受けたと聖書には記されています。なのでイエス様によって救われ、義とされ、神の子とされ、イエス様が私たちのうちに生きている、またイエスキリストの権威が与えられている、恵みに満ちている人生なんですね。また主の祝福に満ちていると書いてあるんですけど、ね、二人に祝福が与えられたように私たちも祝福が与えられているんですね。その箇所がエペソの手紙の1章3節に書いてあるんですけど、パウロの祈りで、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神様は私たちを本当に祝福されたと、イエス様によって祝福されたと書いてるんですね。まあ、その後どういう祝福かというと、4節、すなわち神は世界のもとへが救えられる前からこの方によって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。世界のもとへが置かれる前から神様は私たちを選んで、傷のないもの、聖なるものとして選んでくれていた。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。世界が生まれる前から神様の愛する息子娘として私たちは選ばれていた。そのような祝福が与えられているんですね。ナフタリのように私たちは主の祝福に満ち溢れている、そのようなものであります。また彼は西と南を所有せよであります。私本当にですね、この西と南、今私たちが住んでいる地域がですね、どこであったとしても、皆さんの西はどこでしょうか、皆さんの南はどこでしょうか。ナフタリはですね、本当に神様は領土の勝ち取っていくようにと、まあ、そのような祝福が与えられているですね。でも私たちも信仰によってこの西を勝ち取り、南も勝ち取っていける、うん、ここを見ながら僕は、まあ、今関東に住んでるんで、まあ、関西を勝ち取っていく、また南どこかなと、南だったら沖縄どこかなとかまあいろいろそういう地理的なことを考えながら、まあ、本当に全国ですね、またこの幅広く世界中を本当に所有していく、勝ち取っていく、キリストの福音を伝えていく、そのために私たちが本当に使わされていく、うん、私たちが本当にこの救いを求める地域は私たちの住まいだけでなく、うん、こう日本中また世界中、まあ、その救いを求めてですね、祈りつつ自分にできることをしていきたいなと、そのように励まされました。また24節のアシェル族にも読みたいと思います。アシェルについてはこう言った。アシェルはコラの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛されて、その足を油の中に浸すようになれ。あなたの観念機はテスト制度、あなたの力が生きる限り続くように。もう
アシュラ族はこの中で最も祝福されていると。でも私たちもイエス様によって最も祝福されているんですね。本当に感謝したいと思います。主に感謝したい、うん、僕のある友人でですね、素敵な神様を愛する青年がいるんですけど、彼の口癖がですね、本当に神様に祝福されていますとそういう口癖なんですよね。いや本当に神様に祝福されていると思うってことを言うんですよね。それ聞きながら、いやほんまに最高やなと思って、でも本当に、ね、彼の人生を見るときに本当に神の祝福が満ち溢れているんですよね。でも本当にその言葉が彼の人生を作ってるんだなと思います。私たちの口の言葉、それによって私たちは良いものでも悪いものでもやってくるんですね。私たちが神の言葉を語るとき、私たちの人生には神の祝福が来ます。しかし私たちが偽りの言葉、敵の言葉を語っていくときに、それは本当にマイナス、本当に奪われていく、そのような道になっていくんですね。なので私たちの言葉、本当にそれを大切にしたいと思います。神の与えてくれている相続、恵み、それを存分に楽しむために、十字架でイエス様が支払ってくれたその恵み、その十字架の愛、その祝福を楽しむために、私たちの口の言葉によってぜひですね、本当に私は最も祝福されていると告白していきたいと願います。神様にですね、本当に祝福してくださって感謝しますと、恵みで満たしてくださって感謝しますと、ぜひそのように祈ってみてください。私たちが祝福されている、最も祝福されている、そのような存在であることを感謝します。またその兄弟たちに愛されてとあります。私たちは愛されてる、アシェル族が愛されてた兄弟たちに、でも私たちも神様に愛され、また兄弟姉妹に愛されている、そのような存在です。時々自分は一人だなとか、誰も見てくれないなとか、大変だなとか思うことあるかもしれないけれど、でも本当は真理は違うんですね。一人じゃない、真理は愛されてる、なので本当に愛されてることを感謝していきたい、そう願います。またその足を油の中に浸すようになれとあります。この油というのは聖霊様、聖霊のこともまあ象徴しますけれども、もう聖霊の油注ぎ、聖霊の流れの中で浸されて生きていく、本当に主の御霊、主の御霊にですね身を委ねて、その中で私たちは生きていく、このアシェルが生きていたように、私たちもですね本当に神に祝福され、神に愛され、兄弟に愛され、兄弟姉妹に愛され、私の霊にですねもうどっぷり浸ってそのようになれと、私たちもそのようになりたいと思います。主の御霊のあるところに自由がありますと、本当に主の御霊のあるところに浸って、聖霊様を歓迎し、聖霊様を求め、聖霊様によって御言葉を悟せていただき、聖霊様によって御言葉を実践して、聖霊様の働きを歓迎していきたい、そう願います。またあなたの勘抜きはテスト制度、あなたの力が生きる限り続けようにとあります。私たちの力、また別訳では安全とありますけど、私たちが平安でいること、また神様の力と喜びで満ちていくこと、それが生きる限り続いていく、その祝福がですねこのアシェル族に与えられたように私たちにも与えられている、そのことを信仰によって受け取っていきたいと思います。そのようなわけで、今日はレイビ族、またヨセフ族、ナフタリ族、アシェル族の祝福についてちょっと見ていきました。また最後にですね、この十二部族を統括してイスラエルのためにモーセが語った言葉、29節を読みします。幸いのイスラエルよ、誰があなたのような死に救われた民であろうか。主はあなたを助けるたって、あなたの勝利の剣、敵はあなたに屈し、あなたは帰れる、背を踏みつける。イスラエルは本当に主に救われた民でありました。エジプトの地で苦しんでいる時に救われた。私たちも同じように苦しんでいた。そのような時にイエス様は救ってくれました。十字架で罪を脱ぎ去り、清められ、神の子とされ、救ってくれた。私たちも救われた幸いの民であります。主はあなたを助けるたて、あなたの勝利の剣。イエス様は私たちを助けるたてとなってくれるんですね。人生の中で完璧な守りをくださいます。またあなたの勝利の剣と、私たちは戦いにおいて勝利していく。御言葉の剣を持って、私たちの信仰によって
圧倒的な勝者としてこの地上で歩んでいくことができる。敵はあなたに屈し、あなたは彼らの強を見つける。サタンはですね、私たちに屈して、私たちはサタンの強を見つけていけるんですね。本当にそのように歩めることを感謝します。この勝者としての歩み、その祝福の人生、本当に神様に与えられていること、本当に感謝します。本当に神様がですね、私たちの人生を祝福してくださっている、そのことを、この新明記から見ていきましたけれども、このイエス様の弟子であるペテロさんはですね、このイエス様の十字架によって私たちを信じる神のために与えられている祝福について述べてるんですけれども、その箇所があるんですけど、そこも読みたいと思います。本当に神様の祝福はイスラエルのためだけでなく、イエス様によって信じる私たち神のためにも与えられている。それがこの第2ペテロの1章の3節に書いてるんですね、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。ここで、イエス様を知ったことによって、私たちはイエス様の神としての道からは、イエス様の力で命、そして経験をもたらすすべてのものを私たちに与えましたとあります。イエス様がすべてをくださったってことですね。どういう祝福を私たちにくださっているのか、それは私たちがこの霊的な祝福もありますし、この健康の祝福もありますし、経済の祝福もありますし、本当に私たちがですね、本当にもういろんな人生の全ての側面に関する祝福が与えられている。十字架によって癒しの祝福、その祝福の、もうイエスの十字架にですね、もう神の祝福のパッケージがもう全部インプットされて、その素晴らしい愛、恵み、救いだけにとどまらない神の命と経験に関する全てをイエス様は私たちに与えられたということ、それが書いてあるんですね。なので、本当にこの神様が与えてくれている祝福に感謝して、本当にその祝福の中を歩んでいきたいなと願います。ちょっと一つ、その祝福は開ければもう本当にたくさんあるんですけど、ちょっと少しピックアップしてですね、あげたいんですけど、一つは本当にこの霊的な強さ、イエス様によって勝利の人生を歩むことができるという祝福、フィリピの4章13節ですね、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。イエス様によって私たちは強くされて生きれるんですね。弱くても私たちは強くしてくれる方がいる。だからどんなことでもできるんですね。神様にやりたいと与えられた思い、それを本当に私たちは実行し、それをすることができます。それは私たちがの力ではなく、私たちを強くしてくれるイエス様が本当に祝福してくださるからなんですね。あと、フィリピの4章19節に経済の祝福も書いてあります。また私の神はキリストイエスの栄光のうちのご自分の豊かさに従って、あなた方の必要を全て満たしてくださいます。イエス様の栄光のうちに、あれ、ご自分の豊かさに従って、あなた方の必要を全て満たしてください。私たちのこの経済的な必要全ては神様が満たしてくださると、イエス様が約束してくださってるんですね。またもう一つですね、経済の祝福書いてある箇所があるんですけど、箴言の8章21節、それは私を愛する者に財産を受け継がせ、彼らの方向を満たすためである。神様を愛する者に神様は財産を受け継がせます。この地上においても、またその後の時代においても、私たちにこの財産を与えてくれる。本当に素晴らしいですね。経済的な祝福もあります。またこの肉体的な癒し、そのような祝福も実は与えられてるんですね。私たちはこの病気、またその病、そして痛み、あらゆる患い、それをイエス・キリストは癒されました。またイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです、そのような言葉もあるんですね。イエス様は変わらないお方、そしてこのイエス様の癒しの力はこの十字架上で支払われたわけなんですね。なので、私たちが祈るとき、御言葉によって祈るとき、それが本当に信仰によって祈るとき実現していくんですよね。イザヤ書、少しいただきたいんですけれども、イザヤ書の
聖書の53章5節。しかし彼は私たちの尊敬を私たちの背きのためにされ、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様を信じるその打ち傷、その十字架の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。なので本当に感謝します。本当に祈るときにですね、何か病気、病、痛み、患いあるときに、本当に主よその打ち傷によって私たちは癒されたことを感謝しますと、ぜひ祈ってみてください。すると本当にそこに癒しがあります。よくですね、この体が痛いとかそういう時にですね、祈ってほしいっていう時に、僕はこの御言葉を使って祈るとですね、この打ち傷によって癒されたことを感謝しますと、この癒されることをイエス様に宣言し感謝します。祈ると本当に癒されたよって、そういうふうになんか神様が働いてる、くださる、その癒しを見せてくださる、その経験を何回もさせていただいたんですね。本当に神様は癒される方、本当に何回もですね、何回も治らなくても何回も諦めずに御言葉を握って信仰によってぜひ御言葉を宣言してみてください。神様のなんかその祝福はこの経済だけにとどまらず、この霊的な領域にとどまらず、この体の癒しについても、また体だけでは心の傷の癒しについてもすべて あるんですね。私たちに与えられたこの霊的な祝福、エピソード1章には本当に霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。天井にあるすべての霊的祝福を持ってであります。本当に神様に私たちは祝福されているものです。そのことに感謝して、本当にその祝福の人生を楽しんでいきたい、そのように願います。特にこの祝福の中でですね、7節、エピソード1章7節読みます。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。本当に神様の恵み、それはイエス様の血によって贖われ、罪が許されたということ、それが本当に大きな霊的な祝福ですね。また神様の前で清いものとして、聖なるものとして、神の愛する子供とされている。またあなた方の約束の聖霊によって承認をされましたとあります。聖霊をいただいている、それも本当に素晴らしい祝福ですね。またもっとすごい祝福は、イエス様ご自身が私たちの中に生きているということですね。コロサイ1章27節に、この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですと、イエス様がイエス私たちの中に生きている、本当にそれは最高の祝福です。私たちの中にキリストがいるんですね。コロサイ2章の9節、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。私たちはイエス様によって本当に神の満ち満ちたご性質が宿っている。イエス様が私たちの中にいるんですよね。なので神様の満ちている、神様の霊が私たちに満ちているんですよね。そしてあなた方はキリストにあって満たされているのです。私たちはイエス様によって満たされています。すべてが満たされています。キリストはすべての支配と権威の頭です。またこのイエスの皆が私たちに権威として与えられている。イエスの皆によって私たちは悪霊を追い出すことができます。イエスの皆によって新しい言葉を語り、病人に手を置き、病人は癒されると、そのような祝福もあるんですね。なので私たちはこの祝福、神が与えてくれている祝福を楽しんでいくためには、この聖書の御言葉に書いてあるその知識を必要とします。知識がないために滅ぼされると、そのようなところもあるんです。本当に私たち知識が大切ですね。それは御言葉の知識です。私たちが聖書を読むときに、それを私たちは知ることができます。そしてその御言葉を行っていくときに、神様の祝福を楽しんでいくことができるわけであります。なので本当にこの神様の祝福をですね、まだまだますます僕をもっともっと知っていきたい、またそれを体験していきたい、そのように願います。最後にですね、本当に神様の祝福に満ち溢れた大好きな詩編のですね、23編を、ちょっと読みたいと思うんですけど、特にこの6節ですね。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいますと。私たちのこの祝福、これはダビデが悟ってたんですよね。神が与えてくれている祝福、それは
生きる限り、命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくると、本当に神の愛が毎日やってくると、そこまでですね、本当に神様の愛を体験していた。私はいつまでも主の家に住まいます。これは本当に先ほどのベニヤミンのようにですね、主のそばにいて主の家に住まう、臨在に生きる、それを本当に彼は宣言してるんですけど、この同じ祝福が私たちにも与えられています。なのでこの祝福、約束を、主を感謝しますと受け取ってですね、それを握りしめて歩んでいきたい、そのように願います。他にもたくさんの祝福があります。神様は将来についても祝福しています。将来と希望の計画はあなたに立ってるよというのがあったり、また神を愛する者に見たことも聞いたこともない、心も動かなくてないことをするよと、そのような約束があったり、また本当に決して離れず決して見捨てないよという祝福だったり、また神様はあなたがどこに行くにもこれが道だ、ここに歩めという言葉を聞くと、将来の導きについても一歩一歩導いてくださるということも約束されていたり、また私を呼んでごらんと、そしたら私は答えるよと、神に呼ぶと神の声を聞くことができるという祝福だったり、この世界を作られ、宇宙を作られた神様と共に歩むことができる、また知恵を求めてごらんと、知恵を与えるよと、またイエスの宮で求めてごらん、何でも与えるからと、そのようなですね、私たちが信じている神様は本当に驚くばかりのお方です。そのような偉大なお方を私たちは信じており、またそのような素晴らしいお方に私たちは愛されている。なので本当にこの最高の祝福をですね、感謝し、またこの素晴らしい祝福恵みをたくさんの人に述べ伝えていきたい、そのように願います。では最後にですね、祈りたいと思います。ハレルヤ、天のお父さん、感謝します。本当にあなたがモーセを通してイスラエルのための祝福しました。その霊と同じように私たちに、あなたはイエス・キリストを通して天にある全ての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。感謝します。あなたに愛されている祝福、あなたと生きる祝福、あなたが私たちの中に住んでおられるという祝福、全ての必要を満たしてくださるという祝福、感謝します。将来の希望を約束してくださっていることを感謝します。あなたが導かれる羊飼いであること、命の日の限り慈しみの恵みが追ってくること、また私たちが本当に祝福されている存在であることを感謝します。神様、ありがとうございます。本当に神様、あなたの恵み、あなたの血によって清められ義とされていることを感謝します。あふれるばかりの恵みと祝福を、あなたが豊かに豊かに私たちに与えてくださっている、その素晴らしい祝福に感謝します。神様、この配信を見てくださっている全ての人に、神様、あなたが与えておられるその祝福を悟り、その祝福のうちを生きていくことができるように祝福してください。あなたがそうしてくださることを感謝します。ますます私たちが、あなたが私たちに与えてくれている相続、その素晴らしい恵みをさらにさらに悟っていくことができますように、聖霊様を助けてください。またそのあなたの満ち満ちた豊かさの中で、あふれる祝福の中で、平安の中で、安息の中で、あなたに抱かれ、あなたにかばわれ、あなたに愛され、あなたに囲われ、主よ、歩んでいくことができるように、あなたが祝福してくださいますようにお願いします。感謝します。あなたに愛されていることを感謝します。あなたが変わってくださることを感謝します。またレビ族のように、私たちがあなたの王様の言葉を守り、あなたの契約から目を離さず、あなたの御言葉にいつも聞き従っていくことができるように祝福してください。マリアのように、あなたの足元に聞く存在として、聞く者として歩ませてください。すべての人を愛するあなたが、そしてあなたの御手に私たちが抱かれ、あなたの御手に私たちが握られ、聖なる戻されていること、あなたのもとに、足元にひれ伏し、あなたの御告げを聞けることを感謝します。恵みに私たちは満ちされています。あなたの祝福に満ちています。また本当に西と南を所有するとあるように、全世界を、本当にイエス様、あなたが全ての人を救いたいと願っておられますが、そのために私たちが何かできるように祝福してください。神様、愛されています。私たちは神の家族に、兄弟子のように愛されている存在であることを感謝します。あなたの聖霊の臨在の中で身を浸し、あなたの霊に導かれ歩むことができるように、またあなたの力、あなたの平安、そこに生きる限り歩むことができるように祝福してください。あなたが救ってくれた、あなたのためとされたことを感謝します。あなたが私たちを助ける盾となり、また私たちの勝利の剣となってくれて感謝します。
あなたによってどんなことでもできることを感謝します。すべてをあなたの力によって癒されたことを感謝します。心の傷、体の傷、今完全にこの始めるすべての人が癒されることをイエスの宮で宣言します。また私たちはの敵は私たちに屈し、私たちはサタンの背を踏みつけていき、圧倒的な勝利者であることを感謝します。ありがとうございます神様。あなたの十字架で示されたその愛、完全な恵み、あなたの一方的な愛、感謝します。また私たちの祈りを聞き、答え、叶えてくれるその恵みに感謝します。あなたが私たちの味方でありますから、敵対するものはないことを感謝します。この話を見てくださる一人一人を神様、あなたが祝福してください。今まで体験したことないような祝福が一人一人にすがりますように、感謝して勤めております。アメン。アレリア、感謝します。神様の祝福が皆様の上に本当に豊かに豊かにありますように、お祈りしています。シャローン。